新町は群馬県中南部にあった町である。田野郡に属していた。現在は高崎市の一部になっている。面積3.74平方キロメートルは東日本最小で北関東では最大の人口密度を誇った。藤岡市への通勤率は15.9%、高崎市への通勤率は15.5%、関東大都市圏に属していた。 中仙道の宿場、新町塾が置かれ、宿場町として栄えた。陸上自衛隊新町駐屯地がある。2006年1月23日に、群馬郡群,群馬町、三里町、倉淵村と共に、高崎市に編入された。当初は隣接する藤岡市と合併交渉を行っていたが交渉が決裂。後に隣接していない高崎市との合併が決まり、現在は、 高崎市の飛び地となっている。1889年の町成立より新町には大技が存在せず、2006の合併後は、旧新町の全域をもって、高崎市、新町という一つの大技になった。群馬県埼玉県基礎街道69時、新町古くは、東町北部を落合南部を不駅と呼んだ。 カラス川、カンナ川の氾濫源であるために洪水が多かったようで、原始古代の史跡等は残されていない。小学校、中学校大学、ありがとうございます。